どうも皆さんこんにちは、健康ランドです。近すぎー言うて。はい、ということで、先ほどねクリス・バムステッドさんの胸トレ、まあ、動画見ながらなんですけど、終えました。ということで、まあ、今ね正直胸がすごいパンプしてる状態なんですよ。なんで早速見ていきたいんですけど、サムネにもある通りちょっと俺太ったんですよ。すごい正月太りしたんですね。で、正直もうお腹を見たくないぐらい、まあ、ポージングするときってこう空気のねなんかちょっとフーってやって腹筋を作っていくんだけど、それの時は大体ねフォーマルっていうかそのポージングができるんだけど、それやってないと基本的にお腹が出てるから、ちょっとねそのお腹がの出具合をね見てほしい。でなんなら3月に僕大会迫ってて、あと残り2ヶ月ちょい、60日以上はまだあるんだけど、全然まだ減量始まってないっていうか、なんなら来週ぐらいから始めようと思ってるのんき勢なので、まあ、ちょっとね心配ではあるんですけど、早速今日はボディチェックしていきたいと思う。正月どれだけ太ったのかで、一応体重は測ったんだけど、まあ後ほど伝えたいと思います。それでは早速見ていきましょう。はい、それでは早速脱いでいきたいと思います。まあね、やっぱどうしても腹筋が僕マジであれなんですよ、出てこないっていうか、まあただですね増量期っていうかその減量期まだ入ってないんですけど、とりあえずこんな感じです。いや恥ずかしい、なんかでもちょっとさボリュームあるよね。で今ちょっとポージングしています。かなりシューッているんじゃないでしょうか。背中もね結構得意分野だよ。きつい、でもきつい、でもかなり胸筋パンプされたんじゃないかな。マジで、あと腹筋とこの横腹さえつかめれば、恥ずかしい見られるの本当に。いや、まだいいってキモ、マジでキモ。ただちょっと今年はこのポーズにするのかこのスタイリッシュな感じにするのかちょっと迷ってるんで、まあ、力強い方がいいかもしれない。まあ、ちょっとこの辺がね、やばい、つっちゃうよ、本当に。じゃあ、いやでも、予想以上に割と仕上がりは残ってる。1ヶ月以上休んではいたんですけど、割と仕上がってはいるから、腕もこのね、いい感じだね。はい、なんでここから減量してなるべく筋肉量も低減せずにバクバク食いながら脂質だけ落としていけば、まあ、なんとか勝負は取れるんじゃないかなっていう感じです。ボリュームはあるんで、あとは頑張るのみだと思うんだけどな。はい、こんな感じで以上です。それでは早速サムネ撮っていこう。着替えます。鏡で見るとね、動画で見るとまた違うから、まあ、正直ね、なんとも言えないんだけど、まあ、割と1ヶ月筋トレしない方が、うまい具合に休息入って、いいのかもしれない。正直分からんけど。いやー、仕上がりが楽しみだな。で、体重なんですけど、一応、つい2日前ぐらいに怖くて測ったんですよね。そしたら俺、てっきり80キロ超えてると思ってたら、全然、76キロ。その時点でちょっと焼肉行ってた日だから、もう食ってんだよね。で食ってる日で76キロ6キロ、だから正直食ってない時だと75キロぐらいなんで、こっからね10キロ落とすだけでも66キロ、なんでもう未知の領域ですね正直。前回多分70キロ69キロぐらい出てるんで、そこからと考えると今回マイナス10キロ66キロ、さらにそこから15キロ落とす61キロなんで、かなりカリッカリになるんじゃないかなって正直思ってます。
なんでちょっと乞うご期待していただけたらと思います。それでは、今回はね、正月太りどれくらいしたのかっていう話と、この前の動画に上がった胸筋鍛える、メニューで仕上がったパンプシーを披露する動画でございました。ということで、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。以上、健康ランドでした。バイバイキン。